四国の香川県にヨーロッパの歴史に出てくるようなお城があることをご存知でしょうか。石造りの立派な壁ですが、これ今も現役なんです。その名前は法然池、つまりお城の形をした農業用ダムなんです。日本でここにしかない石積みのマルチプルアーチダム、法然池。なぜこのようなダムが香川県にできたのか紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさを優先して作っています。また背景は瀬戸大橋です。ご了承ください。干ばつ地帯、この法然池は香川県の観音寺市にあります。観音寺というお寺の門前町として栄えた歴史ある町です。ちなみにお寺の名前は観音寺、市の名前は観音寺です。香川県といったら誰もがうどんを想像しますが、香川県がうどんの名産地になった理由の一つに、雨があまり降らない地域だからというのが挙げられます。俗に言う瀬戸内海性気候です。そこで香川県ではあちこちに水を溜めておくため池が作られました。法然池はそんな香川県に建設された巨大なため池でした。時や明治、大正時代、現在観音寺市の一部となっている大野原町の農家はとても困っていました。稲作ができない場所に米を作るか廃業するかの二択を迫られていたからです。江戸時代の260年間、他の地域の6割しか雨が降らず、3年おきに干ばつが起きていた香川県。中でも大野原は香川県と徳島県を隔てる山脈、讃岐山脈から流れる川、国田川が作った扇状地にあって、細かい砂利だらけの水持ちが悪い土でした。大野原の農家はサトウキビや木綿、藍を作って生計を立てていましたが、江戸時代になって外国との貿易が活発になると、海外からの安い製品に押され売れなくなってしまいます。そこで水もないのに無理して米の生産が向かない場所で米を作り始めました。農家の方々は1万を超える井戸を掘り、羽根鶴瓶という機械で扇状地の地下を流れる地下水を汲み出しますが、朝から晩までひたすら毎日水を汲み出す作業にヘトヘトになっていました。しかしその努力も虚しく、大野原では明治27年、28年になってかなりひどい干ばつが発生し、もう耐えられないと他の町へ移住する農家も大勢出てくる惨状となりました。当時の大野原はため池を新しく作ろうとしたり広げようとしますが、なかなか話が進みません。そうこうしているうちに時代は明治から大正へと変わりますが、事態は良くなるどころか、さらなる大干ばつが大野原を2連続で襲いました。田野の池、大正13年の大干ばつは、その様子がしっかりと書かれています。7月の梅雨の時期になっても雨が一滴も降らず、多くのため池は枯れ果て、飲み水さえもほとんどない。青々とした光景が広がるはずの田んぼは干からびるどころか、地面に亀裂が入って稲は枯れ果てる。農家にとっては地獄のような世界となっていました。一向に状況が良くならない大野原の農家は、必死になって巨大なため池の建設を訴え、ついに法然池ダムを作ることが決まったのです。香川県直々の工事として始まった法然池ダムですが、実は当初の名前は法然池ではなく、田野池という名前。ダムの形も普通のよくある重力式ダムにするつもりでいました。もともとは兵庫県にある広大池ダムのような形にするつもりでいた法然池。しかしそこで問題が発生します。ダムの基礎を作ろうと地面を掘ったら、地盤がかなり脆いことが分かったのです。普通の重力式ダムではもっと深く掘らないとダムが崩れてしまう。そこでお城のようなダム、つまりマルチプルアーチダムにしようと計画を変えました。この設計変更を含めて法然池ダムの工事を指揮した技術者が佐藤東次郎というダムの専門家でした。佐藤東次郎。佐藤東次郎とはイギリスで水道や土木技術を学び、神戸で千狩ダムといった水道工事を指揮し、日本で初めてとなる高さ50メートルを超える巨大ダム、大井ダムを指揮した技術者です。特に彼が神戸に作った布引き五本松ダムというダムは、日本史上初の本格的なダムとして竣工し、神戸の水道水は赤道まで運んでも味が変わらない美味しい水として世界的に有名になりました。そんなダム建設の偉人は法然池ダムの設計にも携わり、
なるべく少ない予算で軟弱地盤に立派なため池を作るにはどうしたらいいか考えました。その結果がこのお城のような形だったのです。国田川の水を5つの丸い壁で受け止め、6つの大きな柱でそれを支える。1枚の鉄筋コンクリートでは不安が残るため、石積みのダムにする。佐藤の設計変更によって計画通りため池が作れるようになっただけでなく、工事費用も8割まで減らすことができました。法然池ダムがすごいのはその美しい形だけではありません。ダムの管理がしやすいようサイフォン式という方法を採用したことも評価されています。サイフォンとは途中高い障害物を越えて水を運ぶときに使う方法のことです。普通水は低いところにしか流れていきません。しかし真空のパイプを使えば、出口が低いところにあった場合、水が山や障害物を越えて流れるんです。この水の習性を応用して、万が一上流で大雨が降った際、法然池ダムが決壊しないようダムの途中にサイフォンを設置して自動的に水が流れ出るようにしたんです。これでも間に合わない場合はアーチ状の堤防から水が自然と流れ出るようになっています。農家手作りのダム、かなり計算された美しいダムですが、作る人がしっかりしていないとダムは完成しません。実はこのダム、地元の農家の方が延べ13万人も集まって作ったんです。音頭を取ったのは現在の土地改良区にあたる高知整理組合の組合長、梶重次郎です。彼は何としてでも戦国時代からずっと続いた干ばつを自分たちの代で終わらせるため、法然池の工事の準備を入念にしました。主力となる地元農家の方々には事前に工事方法について講習会を開き、いざ工事が始まった時即戦力として活躍できるようにしたんです。そして工事が始まると農家の方々はものすごく寒い真冬にも汗だくとなって働きました。法然池は急な坂を延々と登った先にあるんですが、彼らはセメントや砂を海岸からぎっしゃり乗せて必死に運びました。当時小学生だった子供は額や牛の背中から滝のように流れる汗を見て、法然池だけは悪さをしてはいけないと固く誓ったそうです。建築資材を運び込むのも大変ですが、法然池はダムを作るのも大変でした。実は法然池、ダムのアーチになっているところ角度が90度を超えているんです。高さ30メートルはある場所に逆傾斜となるダムを作る、専門の飛び職じゃないと作れないと言われたにもかかわらず、高知県から呼ばれた石区の棟梁がうまく農家の方々を指揮し、無事完成させました。殉職者0名。昭和5年、名前を棚の池から法然池に変えたため池は、専門技術者も合わせると延べ15万人もの作業員が4年の歳月をかけて完成しました。現在ほど土木技術が高くなく安全対策も低かった時代ですが、殉職者は1名も出なかったそうです。また半分近くは国が補助金を出しましたが、それ以外は地元農家がお金を出すことになり、この工事を主導した梶組合長は地主と小作人が不公平にならないよううまく調整、完成1年前に起きた干ばつから法然池は地元を救って大活躍し、豊富な水を使ってさらなる新田開発が行われるようになりました。その後法然池は脆い地盤の上に作ったがゆえに漏水がたびたび起きますが、平成元年、建造当時の雰囲気を残したまま大改修が行われ現在に至ります。もちろん今も香川県西部の水がめとして大活躍です。香川県を代表する美しいダム、法然池ダムのお話はいかがだったでしょうか。実際に現地に行くことも可能ですので、うどん巡りをするついでに行ってみてください。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。